ええ、こちらは大丈夫です。お気遣いありがとうございます、ソンヒ。よ、ソンヒは何だって？ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ、粋に感じるってもんだな。私は主に恵まれているんです。前に仕えた半純義もいい主でした。あの半純義とのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ、俺は時間だけはたっぷりあるんだ。それなら遠慮なく。少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親ははぐれ神言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。自分にちゃんと居場所があると思ってる人は、実は仇でもそんなに多くないっていうぜ。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物の半純義も私と同じように、やはり貧しく疎外された環境で育ちました。しかしその強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、半純義が大きな力を持つようになったのです。実際チリジリだったはぐれ神言派は、彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に、神言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、その半純義は。ええ、しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は、愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬を盛られ、眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ、ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出された半純義は苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ？死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。半純義は自分の振る舞いを覚えさせるべく、可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私と半純義は明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い、二人で酒を酌み交わすこともあったのです。それを双子の兄弟のようだったといえばあまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかはその半純義仕込みってことか。本物の半純義にはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われるとますます気になってくるな。何がですか？
いや、あんたも下ネタとか言うのかなって思ってな。下ネタ？なんで今そんな話を？だってよ、本物の半純義は上品だったんだろ。当然下ネタなんかは言わないわけだ。ねえ、半純義の口からそんな話題は聞いたことがありません。だけどあんたは影武者なわけだから内面は別人だ。まあそうですね。だったらあんたは下ネタとか言ったりするのか？バカ話とかダジャレは？昔はその手の話もしましたけどね。おお、あんたの口から聞いてみてえな。やめときましょう。半純義の名前に傷をつけたくないので。あ、すまない、変なとこではしゃぎすぎちまって。いいえ、思ったことをそのまま言う春日さんのメンタル嫌いじゃないですよ。ありがとうよ。まあそんなこと言いつつ、俺が本当に聞きたいことは一つなんだがな。何です？そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか、あんたの本当の名前。え？まだ嫌か？いえ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時、私はキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス？もうその名前に戻る気はありません。本物のハン・ジュンギももう亡くなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ？ええ、東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。その時あの人の死で人言派は事実上の壊滅となったのです。当時私は反純義としてカムロ町の敵対組織に睨みを利かせる役でした。ところが本物のボスが死に、カムロ町でわずかだった人言派は張り子の虎。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され、命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。ええ、私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし人言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた先は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば、仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ、取り乱し、同胞を見殺しにするのかとつかみかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は偉人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫飛の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。そういや前に孫飛も言ってたっけな、コミジュルは人言派を母体にしてるって。ええ、コミジュルは落ち人村のようなところです。だから息を潜め、極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の人言派を伺い、その動向を見守っていた。そこで私は運よくコミジュルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫飛は本物の反純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。
広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から不意をつかれてね。殺し屋か。もしかしてあんたそいつを。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には仇を討つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫妃は根気強く待ってくれました。彼女は出世のため私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕った韓順義に代わる姉です。今の私にとって孫妃の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってん？どういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか楽しみです。俺は別にあんたのボスになった覚えはねえよ。今のところはそうだな、飲み友達ってとこでいいだろう。なるほど。では私もその期待に沿うようにしましょう。これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知りだな、キム・ヨンス。おう、ご機嫌じゃねえか。いや、実はガキの頃から憧れてたんだよ、誕生日のサプライズってもんにな。あ、どうだ、俺の誕生日の計画はうまく進んでるか。それはもちろん。でも無理は禁物だぜ。大切なのは心がこもってることだ。おう、心を込めて計画してるから安心しろって。ナンバー、ちょっと春日を借りていいか。ん、どうしたんだいマスター。おめえの誕生日の相談だ。本人に聞かれちゃサプライズが台無しだろ。なるほどね。行けよ一番。来い春日。はい。さっきスナックのママから電話があってな。スナック？双葉の勤めてるスナックだ。双葉の野郎、店の売上金をくすねたらしい。なんですって。双葉は男関係が盛んでな、男の影響でパチンコにのめり込んでるらしい。まったく。それでスナックのママからお金を取り返してほしいって泣きつかれてよ。双葉の居場所はパチンコやパイレーツだ。くすねた金でパチンコが。やれやれ。おめえに託してもいいか。水江ちゃんの渡航日もまだ聞き出せてないんだろ。はい、今日こそ双葉から聞き出してみせます。それでスナックの売上金も取り返してきますよ。頼んだぜ。
アツシちゃん、何食べる？寿司？それとも焼肉？両方食えばいいだろう。今日は大当たりなんだ。最高！待ちな。その種銭は双葉がスナックからくすねたもんだろう。あんた、この間の何の用事を？用事は二つだ。一つはスナックから盗んだ金を返してもらうこと。そしてもう一つは、あんたの病院にいた水江ちゃんって看護師についてだ。彼女には医療の乏しい国で多くの命を救いたいって夢があっただろう。水江ちゃんは今年病院の派遣制度を使って海外に旅立つはずだ。彼女の立つ日を教えてほしい。なんでそんなこと知りたいのさ。前に難波の話をしたよな。薬の横流しで逮捕された看護師だ。実は難波は薬の横流しなんかやっちゃいない。本当の犯人は水江ちゃんなんだ。水江ちゃんは両親の借金を返すためやむを得ず横流しをしてしまった。それを知った難波は水江ちゃんの身代わりになって犯人を名乗り出た。きっと難波は彼女に心底惚れてたに違いない。俺は難波に彼女の見送りに行かせてやりてんだ。水江ちゃんの立つ日を教えてくれ。何がおかしい。水江が海外なんて行くわけないでしょ。なんでだ。彼女はナイチンゲールに憧れて。本当にナイチンゲールに憧れてたなら偉人町のバスへのスナックに落ちるわけないじゃない。偉人町のバスへのスナックに落ちる。大してお給料ももらえず売上金をくすねるような女のどこがナイチンゲールなのさ。もしかしてそれって。そうよ、あたしが水江なのさ。双葉ってのは水商売での源氏名でね。あんたが水江？難波の話とまるで違うじゃねえか。難波が私に惚れてたのは分かってたさ。いつも遠くから気持ち悪い面で私を見てたからね。でもあいつが身代わりを買って出た時はさすがに驚いたけどね。男ってのはつくづくバカな生き物だよ。両親を助けるために頑張ってるなんてたわごと簡単に信じちゃうんだからさ。ってことは親の借金ってのは真っ赤な嘘だよ。パチンコに金がかさんで薬の横流しをしたのさ。じゃあナイチンゲールや海外派遣のことも全部嘘さ。けなげな女を演じれば何かと得するからね。高校で演劇部だった私の演技力は伊達じゃないよ。だったらなんで看護師を辞めてホステスなんかやってんだ。難波の一件で味を占めてから薬の横流しも一層手を広げてね。ついには私もお縄ってわけさ。そっからは町から町、男から男を渡り歩く流れ者よ。泣けてくるだろう。バカ野郎、泣きてのは難波の方だ。お前みてえな性悪女の身代わりになったと知りゃ悔やんでも悔やみきれよ。てめえ、俺の女は性悪女だ。いい度胸じゃねえ、ぶっ殺してやる。やっちゃってよアツシちゃん、ボコボコにして。かかってくるのは勝手だが一瞬で返り討ちにしてやるぜ。どうかな。俺は昔からパチンコで勝った日は喧嘩にも勝つんだ。ああ、このもじゃもじゃ頭をぶちのめしてやる。おっす。
パチンコには勝ったのに。ちょっとアツシちゃん待ってよ。待ちな。くすねたスナックの売上金を返すのマスター。さっきママと電話で話してな、双葉の本名が水江だと聞いたよ。はい。まさか水江の正体がこんな女だったなんて。難波が真実を知ったら悲しむだろうな。じゃあ黙って隠しておくことが正解なんすか。友達なのに隠し事をするってな。そんなら正直に難波に伝えるか。難波はおめえの友人なんだ。だったらおめえ自身で答えを出せ。友達として最善の答えをな。友達としての最善の答え。ちょっと私も帰っていいだろう。店からくすねた金はここに置いとくよ。マーちゃん。な、何よ。お前演劇部だったな。だったら何。ちょいと面かしな。嫌とは言わせねえぞ。ただいまい。うん、一番どこ行ってんだ。難波の誕生日の準備でちょっとね。くっさ、気を持たせるじゃねえかこの野郎。どんなパーティーになりそうなんだ。秘密だよ秘密。それより俺からも一つ聞きたいことがあってな。なんだ。難波の誕生日っていつだ。お前まさか俺の誕生日も知らずに。いや、ちょっと確認しとこうと思ってよ。確認だよ確認。すみません、こちらに難波さんは。水江ちゃん。難波さん、ご無沙汰しております。水江ちゃん、なんでここに。てかこのバッグもしかして。はい、ずっと夢だった海外に行けることになって今からフライトです。そうか、夢が叶ったんだな水江ちゃん。私ずっと難波さんに謝りたくて。だって難波さんは私の身代わりになって自首を。いいんだよいいんだよ、どうせ俺なんか役立たずの看護師だったんだからよ。本当にすみませんでした。もういいんだ。俺は水江ちゃんとこうして再会できただけで嬉しいよ。ナイチンゲールみたいな立派な看護師になるんだぞ。俺応援してるからな。ありがとうございます。飛行機の時間が迫ってますのでこれで失礼します。達者でな、水江ちゃん。さよなら、水江ちゃん。よかったな、難波。俺は嬉しいよ。そりゃそうだよな。旅立ちの前に訪ねてきてくれたんだ。ちげえよ。お前みたいな。いい友人が持てたことが嬉しいんだよ。え、どういうことだ。俺を傷つけまいと試行錯誤してくれてありがとうよ。ってことはもしかして水江ちゃんの正体に気づいてたのか。マスターが電話でスナックのママと話してる内容が聞こえてな、おおよそ想像はついたよ。
じゃ、なんで騙されたふりになって。俺のためにお前が頑張ってくれたことが嬉しかったんだよ。なんだよ、完璧な作戦だと思ったのによ。騙すのも友情なら、騙されてやるのも友情さ。すまねえ、騙すつもりもなかったんだけど、傷つけちゃいけねえと思って。いいってことよ。水江ちゃんは俺が思っていたような子じゃなかったけど、一番みてえな親友ができたことに価値があるさ。ナンバー、じゃあ一杯飲もうぜ。一番の、ナンバー。よう、ヤッホー、春日くん。この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、蝶。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど。その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い。ふん。まあ春日君も苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい。引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせず、ベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分真淵なんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前、あいつのことどうした。オウミと手組んでたとこぶっ倒して、それっきり見てねえけど。ハンピン・リューマンが裏切り者にするお仕置きといえば、まんじゅうの具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える。もしマブチを殺したとして、それでも見捨てねえ。だから正直に言ってみろ、マジであいつはまんじゅうになったのか。優しいね、春日君は。マブチのこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でもマブチには野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃマブチを半殺しにして、その後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それでマブチのことは忘れちゃってた。お前本当にマブチを殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで。なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは、部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。
結構失礼なこと言ってるよ春日くん。でも実際真淵のことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。狭い土地で生きてきた仲間同士だからね。その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女は真淵から見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルは真淵の陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前に真淵には俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。真淵についていった手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気があるやつは許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって。悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。真淵はハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。真淵は組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人町は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろう真淵に乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど。まあいいさ、寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。いらっしゃい。ありがとうよ。あ、春日さん。ねえ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 、とっておきの話仕入れたんだけど。とっておきの話？うん、聞きたい？春日さん、絶対食いつく話だと思うんだよね。なんだよそれ、聞かせてくれよ。あのね、お客さんから聞いた話なんだけど、偉人通りに修流商会っていう小さい貿易会社があるらしいんだけど、そのお店の人にある合言葉を伝えると、伝説の裏吹き屋って人に取り継いでくれるらしいの。伝説の裏吹き屋？うん、裏の流通ルートを牛耳ってる人らしくてね。表ではとても扱えない危険な品や貴重な武器とかをたくさん取り扱ってるんだって。へえ、そいつはすげえな。ね、すごいでしょ、裏吹き屋なんてアンダーグラウンドな感じがたまらないわよね。きっとちょい悪でかっこいい人に違いないわ。はあ、一度会ってそのお顔を拝みたい。ねえ、アーニーって大丈夫だと思う？いや、
絶対やめといた方がいいと思うぜ。ちょい悪どころの悪じゃねえと思うし。まあそうよね。でその伝説の裏武器屋に会うために必要な合言葉ってのは、ね、確かラウチャウチャウヤだったはず。ラブチュッチュヤ？違う、ラウチャウチャウヤ。意味は全然わからないけど。いや、意味なんかないわね、多分。ラウチャウチャウヤか。そいつを店員に言えばいいんだな。うん、まあ私も聞いた話だから確証はないけどね。でも火のないところに煙は立たないし。試してみたら。まあ春日さんなら相手がどんな悪でも、もし殺されそうになっても別に大丈夫でしょ。全然大丈夫じゃねえよ。まあ暇見つけて行ってみるかな。情報ありがとうよ。私好みのちょい悪の渋いイケメンだったら紹介してね。今度みんなでトランプしようよ。どうしたんだよ急に。せっかくマスターが広い部屋使っていいって言ってくれたし、みんなでダラダラしながら遊ぶのも楽しいかなって。まあ1階の洒落た感じと違って2階は実家っぽいよな。トランプって何やるんだ？七並べ？そりゃやっぱり大富豪でしょ。人が多いほど盛り上がるわよ。お、いいね。ホームレス連中と毎晩やってたから俺強いぜ。俺も刑事仲間とやってたな。負けねえぞ。コミジュルでは私が一番強かったんですよ。ところで八切りってありだよね。イレブンバックは？七渡しは？何ですか七渡しって。それより階段はありますよね。なんかやる前から盛り上がってきたな。ローカルルールが面倒なのでババ抜きにしましょう。何かご用です。面白そうなやつだな。さて。はい、どうぞ。
本気でやってん。頑張ります。ふざけないでください。はい。さーて来てるか。一仕事すっか。後悔するな。さあ、やりましょうか。私の番ですね。かかってこいよ。やめんなよ。かかってこいよ。せーや。足もくんないかね。どうしようか。やらってみなさい。あ、あれ？俺の番。私が相手です。見せてやるよ。まった本気でやって。さて舐めるとほら来いよ。頑張ります。さて邪魔だよ。私の番です。ついてみてくれ。任務完了。ゲーセン寄ってかねえか。気晴らししたい気分なんだ。ゲームか。ちょっと苦い思い出があるんだよね。ん？ルールに厳しい家だったから、ゲームは1日1時間を守らないといけなくて、1分でも超えるとゲーム機ごと青龍島で真っ二つっす。さすがハンピン・リューマンの家庭だ。ゲーム禁止にされちゃったんだけど、やっぱり遊びたいじゃない。だから見つからないようにこっそり隠れて遊んでいたんだけど、ビジュアルメモリの電池が切れてピーってなってしまって。ドリームキャストをやってたのか。
あれが人生最大の修羅場だったよ。かなり鍛えられた。で、何の話だっけ？いや、何でもない。先を急ごうぜ。
それでは出発いたします。
それでは出発いたします。いらっしゃいませ。ありがとうございました。財布置いてけよ。軽くひねってあげましょう。さて、ほら来いよ。どうしようかな。ほら来やがれ。なめんなよ。俺の番。痛い目に合わせますよ。私の番ですね。なめんなよ。かかってきなさい。頑張ります。私の番ですね。
私の番です。嫌がれ。舐めると痛い目に見ますよ。俺の番ね。かかってきなさい。よし、行くぞ。遊んでくんないかな。さて、行きますかね。ラオウの下だったぜ。開けてみるか。開いたぜ。
俺の番ね。開けてみるか。やったぜ。私の番ですね。きねえ。頑張ります。きなよ。痛い目に合わせますよ。さて。私に勝てますかね。よし、行くぞ。私が相手です。終わりだ。さて、敵なんてこんなもんかね。一つ上の男。